こんにちは、ゆきです。即売り切れ&B の UV プライマーとクッションファンデーション色2種類レビューしていきます。これでしょ？コメントにリクエストもらってた。使ってみます。どちらも3月1日発売です。プライマーは1色のみ、ツヤ肌補正、日焼け止め、美容液を兼ね備えた化粧下地です。使ってみよう。まず、2プッシュ。1、2、あ、明るいお色が。両頬、おでこ、鼻、顎の5点置きします。まず、半顔だけ塗るので、こっちね、頬と、おでこと、明るいね、鼻と、ここらね、いいかな。ちょっと、顎、指で伸ばして肌になじませます。これを、じゃあちょっと、こするのが怖いお年頃なので、トントンしますね。カバー力ある下地なのかな？なんか、いい匂いする。あ、オレンジだ、きっと。マンダリンオレンジなんとかエキスが入ってる。それだ。爽やかな匂いがする。これはノンケミカル処方で、石鹸オフ可能な商品です。すごいしっとりしてるよ。潤う系かな。ほら、このもちもち系。あー、なるほど。うん。左側だけ塗りました。艶やかね。あとトーンが整いましたね。使ってみて一番感じるのは保湿感です。うん。美容液の保湿感というより、美容液プラスクリームをそのまま塗ってる感じ。しっかり蓋されてる感があります。そしてこのツヤだね。ピンクとゴールドとシルバーのパールが入ってて、くすみを抑えて、シミとかシワのあらを飛ばす効果があります。綺麗よね。カバー力自体は強くないね。固まっちゃった。カバー力は歌ってないわ。そもそも。ごめん。うん。肌にね、しっかり吸い付く下地って感じ。化粧下地で SPF50+PA4+あったら安心ですよね。日焼け止めもまた上から塗らなくていいし。うん。全部塗りました。ツヤッツヤね。しっかりパックしてる感じよ。保湿がとにかくすごくて、私乾燥肌なんだけど、安心な感じ。うん。すごい密着感が。この商品は毛穴レスツヤ肌っていうのも謳ってます。毛穴をしっかり見ていただくと、ごめんね、近くて。ここがね、いつもボコボコしてるとこなんですが、見事に埋まってます。化粧下地で。そして、私がね、毛穴落ちしやすいここなんだけど、ちょっと、毛穴落ちっていうか、その毛穴のとこにこう、化粧下地が溜まってる感は、微妙にはある。それがさ、なんだろう、化粧下地が乗ってる感じじゃないんだよね。美容液が乗ってる感じだから気にならない。ツヤ感があるからかな。うまいことになっております。次、クッションファンで塗ってみます。ベージュとライトベージュがあるので、両方ね。これさ、めちゃ可愛いんだよ。&B でしょ？ここ開くとさ、ほら！かわいい。おしゃれね。付属のクッションがついてるので、こちらで塗ります。お色が、ベージュと、ライトベージュ。うん、ベージュとライトベージュでいきます。っていうかさ、この下地、めっちゃ綺麗じゃない？ね。ここにね、説明。長時間潤いを保つって書いてあるの。だから時間検証もしてみます。使い方のところにさ、クマ、シミ、ニキビ跡の上にファンシーラーのオレンジを仕込みますって書いてある。けど、今日はファンシーラーを持ってない方もいると思うので、プライマーとクッションファンデだけでいくね。まずベージュから。クッションファンデを適量パフに染み込ませます。私何気にね、クッションファンデあんま使ったことないから、ドキドキだわ。軽くタッピングするように肌に叩き込みながら重ねます。よし、頑張るぞ。叩くね。おう。あら、冷たくて気持ちいいのね。ちょっと鼻の赤周りのとこ行くね。赤周り？鼻周りね。あ、ほら。カバー力あんだね。あ、高いカバー力&自然な仕上がりって書いてありました。みずみずしいのね。クマのとこもいっちゃいます。ちょっと薄めに塗った。あんまりここ濃くなりたくないから。おやや、すごいみずみずしさ。クッションファンデってこんな感じ？こんなツヤツヤになるんだ。はあ。なんかさ、水みたい。クッションファンデ皆さん好きなの？あ、好きなのってちょっとそういう意味じゃない。クッションファンデって人気ありますよね。私たちの世代も結構使うのかな。ほほー。どんだけびっくりするね。こっちがベージュ。もうライトベージュも塗ってみちゃいますね。クッションファンデってさ、うまく塗れるか心配だったけど、思ったよりちゃんとこう統一感あるように塗れるんだね。そこの心配って。ほら、カバー力もさ、しっかり、あ、いやだから高カバーなんだって。カバー力のさ、基準が麻痺してるじゃないですか、私。ついね。&B って購入されるお客様、世代何歳代が一番多いんでしょうね。なんとなくさ、20代30代が使うイメージない？勝手に。もちろん私たちの世代でも &B 大好きな方がいらっしゃるのは知ってるよ。いや、なぜそんなこと言い出したかってさ、ツヤツヤなわけ。こんなにツヤツヤに仕上げるのかと思ってね、びっくりしてるの。すごいんだけど。全部塗りました。ベージュ。ライトベージュ。私の肌に合ってるのはライトベージュですね。ベージュはちょっと健康的な感じ。というか、ツヤツヤじゃない？と思ったら、このクッションファンデ自体も高保湿なんだって。乾燥ダメージから肌を守る保湿成分を高配合。そして、ほんのりツヤを与え、もともと肌が綺麗な人へ導くファンデーションよ。一つだけ言っていい？本音。45歳。そこまでメイクをしてきた人生じゃない私だから感じるんだと思うんです。恥ずかしい。ツヤがありすぎて。私史上最強のツヤだと思う。この2つの組み合わせ。だから、パウダー塗りたい。それでちょうどよく緩和される気がする。私の場合。で、ちょうどさっき川北さんの動画、&B ね、いろいろ調べてたら、新しいパウダー出してらっしゃったんですよ。個人的な面識はないですよ。これ使ったら、あれが気になる仕組みなんじゃってぐらいパウダー塗りたい。まだツヤツヤ。目尻にファンデが入り込んでおります。こっちは結構薄いかな。シミも見えてきてますね。そしてね、毛穴落ちもね、ここ、いつも毛穴落ちるんだよな。落ちてきてますね。赤みはまあそんなに目立たない。まあ、ちょっと出てきてるか。いわゆる美容液ファンデ、今までも何個か紹介してるの検証結果とやっぱり一緒かな。その中でこのクッションファンデが優れてるところは、保湿力がすごい。今もまだまだ潤ってる。4時間で。それはすごく感じます。毛穴もね、ここ落ちてるけどね、汚くはないよ、決して。そうね。鼻とかツヤツヤやね。今4時間だから、カバー力っていう意味ではそこまで長時間持つとはあまり思わなかったけど、ツヤ感と保湿力は4時間しっかり持ってると思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。このファンデーションは私的にはツヤ感と保湿感、そこの2つが一番優れてると思う。だから乾燥肌の方で、普段から化粧してる時も乾燥したくないって人とか、もう今日は何としてもツヤ感重視みたいな時とかに使うのがいいんじゃないかなと思いました。本当にすごいよ、ツヤ。美容液そのまま塗って出かけてるみたいな保湿感。すごい。今日もありがとうございます。この動画が良かったと思ってくださった方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。私、Twitter、Instagram もやっております。フォローしてくださったら嬉しいです。最近ちょっと増えてきた。ありがとうございます。では、またね。バイバーイ。